皆さんこんにちは。始まりましたチャンネルリカ。今回は第2回目ということで、まずは前回紹介したリカントンネル、この建設を応援している理由をご説明いたします。トンネルについての前に、最近の日韓関係、皆さんどう思っていらっしゃるでしょうか。日本から見た韓国は、個人的には韓国製の携帯使っていたり、 K-POP や韓ドラが好きだったりはするけれど、ニュースを見ていると反日の報道が多くてちょっととっつきにくい。韓ドラを見れば、はあ、もう韓ドラな、韓ドラなと思うけど、日韓関係のニュースを見ると韓に触っちゃう。韓国から日本を見ると、留学生には韓国でも漫画やアニメなど日本の文化を好んでくれていたり、日本のものを好んで使ってくれていたりすると聞いていますが、一方で日本とは地理的にも歴史的にも複雑で、許せないような思いを持っていたりもするのだと思います。お互いに仲良く、もっと友好関係を深められたらいいと、実はそう思っていながらもなかなか歩み寄れない。それが日韓関係なのではないでしょうか。そんな両国の煮え切らない関係を一変させるのがこちら、日韓トンネル。今まで陸路のなかったところにトンネルを作ることになれば、もうお互いにコミュニケーションを図るしかない。日韓関係に向き合わざるを得なくなるんです。そうやってトンネルを通して心の壁をなくす、それを推進するのが私たちのプロジェクト、ボーダレスなんです。私の服もボーダーからボーダレス。じゃあ日韓の友好関係深めたらどんなメリットがあるんですかね。それが私たちボーダレスへの次のオーダーですね。日韓の友好関係を深めるメリット、これについて次回ご説明いたします。またお会いしましょう。